昨日立川市清水市長のもとを訪れたのはプロサイクリングチーム東京ベントス。立川市に拠点を構え、多摩近郊を活動フィールドとしています。この日はシーズンを終え、レース成績及び地域活動を振り返りながら今年の活動を報告しました。東京ベントスは日本最高峰のサイクルロードレースシリーズ戦 J プロツアーを戦場にし、今季はおよそ40レースに参戦しました。シーズン当初全21チーム中年間チームランキング10位以内を目標としていましたが、終わってみれば年間チームランキング6位と目標を大きく上回りました。10位以内を目標にしてシーズン始まったんですが、結果的には6位ということで、チームとしては飛躍のシーズンになったと思います。さらに個人ランキングでもプロ初挑戦の19歳大前選手が12位と健闘しました。今季はですね、プロ初挑戦という年でもあったんですが、目標は高くということで J プロツアーで、優勝を1勝挙げるというところを目標にしてやってきました。で、結果的に最高成績が3位ということで、一歩及ばなかった部分はあるのですが、初めて挑んだプロの世界で一定のこうしっかり戦えたという、自覚が得られたシーズンになったと思います。今季チームランキング6位ということで、飛躍の年だったんですが、来年はさらに全体の5位以内というところを目指したいと思っています。再来年2019年には、さらにそこをまた、3位まで引き上げて、目標は高くオリンピック選手をチームから輩出したいと思っています。今年の成績で強化指定に選んでいただきましたので、2020年、もしせっかく自国開催のオリンピックですので、もし出られたらしっかりとチャンスをものにしていきたいと思っています。